マジョックハゼドンさん、長久野よっしんさんも本当にたくさんのお便りをいただいておりました。入場料六門さんからもいただいております。島倉さんは1955年この世の花でデビュー、1957年には東京大おっかさんが大ヒットして紅白歌合戦に出場、この紅白にはその後通算で35回出場するという大歌手の仲間入りを果たしました。島倉さんは父方の祖父が好きな歌い手さんだったそうです。元来寡黙で自分のことをほとんど語らず言ってしまった祖父でしたが、後から伝え聞くところによりますと、東京大おっかさんの歌に感じるところがあってのことだったんではないかと想像しております。実のお母さんを早く亡くして折り合いのあまり良くなかった、いわゆるママ母さんですね、にすら早くに亡くなられてしまい、自分では全く孝行ができなかったこと、あれは親孝行の歌ですもんね、ここが二重橋ですよと言って、はい、集団就職をしてきた人たちがやっと一人前になった、お母さんを東京に呼んであげたい、ここが浅草ですよ、お祭りみたいに賑やかねとお母さんに語りかけるのは、誰でも母親に対してやってあげたいなという気持ちを見事に歌にした歌ですもんね。はい、そういえば祖父は時代劇を見ていても親子者に弱かったと記憶しております。我々の世代ですと1988年にヒットした人生いろいろ、これを思い出しますねということです。稲本稔さんからもやっぱりそういうことでね、3日前にデビュー60周年記念の新曲を南こうせつさんのプロデュースでレコーディングしていたことが明らかとなりましたということで、これももうまあレコーディングしましょうかっていう時に、次にはこの日ですと言ったら島倉さんの方から電話がかかってきて、その日まで待てません、早く私の声を録音してくださいと言って急遽予定を早めたそうですね、はい、自分のその式というんでしょうかね、そういったものをもう悟り切っていらっしゃった、ね、自宅で録音したそうですよ、ね、のほほんさんからいただいております。本当にこれね、島倉さんお亡くなりになられましたがね、高校の頃文化祭で人生いろいろ六甲おろしを軽い振り付けで合唱していただいたことがあり、あ、高校にも来ていただいた、これは人生いろいろと書いてありますが、本来なら高校生は演歌の世界あんまり好きじゃないと思いますが、はい、人生いろいろはコロッケやらいろんな人がこう真似しました、そしてこの作品は浜口蔵之介さんの作品ですから、もうベッタベタの演歌の曲ではない、はい、バラが咲いたとかいうフォークソングとか、そういう曲を作れる人が書いた歌ですから、非常に若者にもさらっと聞くことができる、はい、テンポのいい曲ですよね。そういうことですね、あ、書いてあるマイチンカールさん、僕にとって山田邦子さんやコロッケのモノマネのイメージが強いんですが、島倉さんが二人のおかげさまですと言っていたのが印象的でした。織田信長さんからもやはりいただいておりますがね、何回も騙されて普通の人生で一回するかせんかの苦労を何回もした方ですよね。僕は島倉さん見ていると女の弱さと人間の強さを二つ持った人やなと思います、うん、女の弱さでもってなんやらこう騙されて反抗してしまいましたとか、いろんなことがありました、はい、それは女の弱さでもありますが、何億という借金を私の歌で返してみせる、と借金をバーンとこの見事完済してしまったというこの強さ、はい、これをね合わせ持った人にみんないろいろ人生を島倉さんの歌に見ていたんではないでしょうかね。和田光雄の声さんからもいただいております。本当に私生活の苦労を芸の肥やしにして、その芸にますます、磨きがかかっていったという、そういうまた阪神タイガースの4番打者の藤本克美さんと家族の反対を押し切って結婚、これも数年で破局を迎えてしまったこの藤本選手、阪神の4番打者でしたが、当時阪神は極端なまで投稿打てといわゆる投手はいいけれども打つ方があかんという、4番打者とはいえライバル読売の4番サード長嶋茂雄に比較すると、今となっては知る人ぞ知るクラスの元野球選手になってしまいましたが、この藤本選手、あの昭和天皇皇后が初めてプロ野球観戦されたいわゆる天覧試合の巨人対阪神戦で一時は決勝点となるホームランを放っているという、そういうような人でもあった、ね、昭和天皇の天覧試合にもこの人、夫と言われた人たちが出てきたり、はい、語っていくと昭和がいくらでも語れるという、さっきのね集団就職で東京に来ましたという、はい、そういった時にみんなの気持ちはどうやったかというようなこと、昭和をいっぱいいっぱい、昭和の男の気持ち、女の気持ち、人の気持ちを歌い続けた島倉千代子さんではなかったでしょうか。